まずマリアカラスのアリア集を聞いたところからスタートしたんですが、まるでその彼女の歌ってる風貌が自由気ままに歌う鳥のようだなと思って、世界で一番美しい鳥と言われている極楽鳥からインスパイアされて、その極楽鳥を一度解体してまるで花柄のように見せるっていうところで、日本で織られているシルクオリジナルの生地で作って、そこにプリントしてドレスにしました。今シーズンはダークロマンスの中にもエレガンスを強調することに力を入れました。インスピレーションはレフトレターズ、置き手紙っていう意味なんですけど、部屋に誰かがいて、その人がいなくなった後の残ったもの、洋服もそうだし音楽とか香りとか、その人がいなくなった時の残ったものっていうものをインスピレーションとしてコレクションにしています。これはこのブーケ、プレゼントされたブーケが、その人がいなくなってブーケだけが残る、ちょっとなんかちょっと切ない感じで、ちょっとノスタルジックな感じみたいなのをコレクションにしたくて、そのブーケで総柄のプリントを作りました。これが一番今シーズンの重要なプリントになります。プリントは全部画家の人に作ってもらっているし、ニットは手編みもあるし機械もあるし、ホールガーメントっていうすごく最新の機械で作っている、いろんなバリエーションがあります。フェナメナコレクションは自然とか、社会現象とか、あと会話の中とか音楽とか、そういう中からインスピレーションを得て、でそれをどん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 形にしています。一番最初に作ったのがこちらのリングになるんですけれども、こちらとかあと四角いリングが多いですね。こちらのワンピースに合うようなシンプルでエレガントな形をインスピレーションとして考えて作りました。あと女性のラインがすごく綺麗に見えるように作りました。今回のコレクションのテーマはインフルエンス、影響力をテーマにしてまして、指輪は自分が発する影響をこう人にどのように伝わるか、でまた人から受ける影響を耳からこういった形でこうどのように取り込むかっていうのをテーマに作品を作りました。このリングはここにプリズムが埋め込まれているので、光の角度とか光の強さとか、まあそれで虹に出会えることができるというリングです。チャンスはいつでも来ることじゃなくて、望んでいたらチャンスをつかめるよっていう意味も込めて作りました。